どうも、まさやんです。さあ、今日も早速参りましょう。ざっくりー古文、あずまくだり編、かきつばた。ということで、今回は伊勢物語のあずまくだり。こちらのあらすじをざっくりと解説していきたいと思います。で、このあずまくだりっていう作品なんだけどね、大きく分けると、三河の国編、駿河の国編、そして隅田川編の3編に分けられるんだけども、まずは最初の三河の国編から見ていきましょう。昔、京の都に男がいたんだけども、この男がね、俺はもう京には必要ないなっていう風に思って、よし、じゃあ東国の方に住むのに良さそうな国を探しに行こうっていう風に思い立って、昔からの友人と一緒に出かけてったんだって。でもね、そのメンバーの中に道に詳しい人がいなかったから、道に迷いながら進んでいくと、途中の三河の国っていう、まあ今でいう愛知県の東の方だね。そこの八つ橋っていう場所に到着したの。ちなみになんでそこが八つ橋っていう地名かっていうと、そこを流れている川がね、蜘蛛の足みたいに八つに分かれていて、そこに八つの橋を架けたから八つ橋っていう地名になったらしいんだよね。で、そこで、まあ、そろそろいい時間だからさ、休憩でもしようかっていうことで、休憩がてらランチタイムになったの。でさ、今だったらこういう時のご飯といえば、そう、おにぎりだよね。おにぎりなんかを食べるかなと思いきや、当時はね、お米を蒸してから乾燥させた、カレイっていう、まあ、日持ちのするご飯を持ち運んで旅してたの。で、それをお湯や水で戻して食べてたんだね。インスタントラーメンならぬ、インスタントご飯みたいな感じさ。で、いやー疲れたねーとか、わ、これご飯美味しいねーなんて言いながら食べてると、ある人がね、急にこんなお題を言ってきたの。いや、なんかここ周りにはさ、柿つばたの花がめちゃくちゃ綺麗に咲いてるけど、その柿つばたの5文字を各句の頭に使って、ここまでの旅の心をちょっと読んでみてよ。っていうね。さあ、このお題のルールわかる？あの、和歌ってさ、五七五七七っていう5つのパートからできてるでしょ？で、その各パートの頭文字を、か、き、つ、ば、た。この5文字から始めて和歌を読んでっていうことなんだね。ちなみにね、こういうのを折り句って呼ぶので、これね、覚えておくといいかも。ほら、句の中にある言葉を折り込んでいるっていうことだね。まあ今だとさ、縦読みすると意味が隠れてたりするのってあるじゃん。まあそう、あれみたいなもんさ。で、そのお題を出された人が読んだ和歌がこちらになります。カラコロも、きつつ慣れにし、つましあれば、はるばるきぬる、旅をしぞ思う。ほら、どう？うまく各パートの頭文字にさ、かきつばたが入ってるでしょ。まあまあ4パート目がね、はるばるきぬるで、ばではないけど、そこはさ、許してあげて。で、こんな内容の和歌を読んだもんだから、そこにいた人たちはみんなね、感動して涙を流したんだって。で、その涙が手に持っていたカレーの上にこぼれてしまって、カレーがふやけてしまいましたっていうオチの部分までが、三河の国編のお話になります。さあ、では続いて第2部、駿河の国編を見ていきましょう。男たち一行は、さらに東の方に進んでいき、駿河の国。ほら、今の静岡県の中部だね。そこに到着します。で、そこにある宇都の山っていうところの山道を進んでいくんだけども、その道がね、暗くて細いし、ツタやカエデが生い茂っていたんだって。もうなんか心細いでしょ？そういう暗い山道にさ、ツタやカエデが生い茂ってるってだけでもうかなり通りにくいもんね。で、もうめちゃめちゃもう道にも迷うし不安にもなるしって、もうやだよこんなところ早く抜け出したいよって思いながら歩いてたら、仏道修行をしている人に出会ったんだって。でね、その人が、なんでこんなところにいるんですかっていう風に急に言ってくるから、なんだこいつ慣れ慣れしいやつだなと思って見てみると、まさかの知り合いだったの。こんなさ、暗い道でツタやカエデが生い茂るね、心細い道で出会った人が知り合いだったなんて超偶然だよね。で、そこで男たちはこの人にあるお願いをすることにしたんだね。すいません。もしかして修行を終えたら京に戻りますよね。じゃあさ、
今日にいる我々の愛する人たちにこの手紙を渡してくださいませんか？っていうふうに言って、自分たちの妻に宛てた手紙を託すの。でね、その手紙にはこんな和歌が添えられています。駿河なる、うつの山辺のうつつにも、夢にも人に会わぬなりけり。この和歌に出てくるうつつっていうのは、現実を表す古語のことで、うつの山のうつとうつつをかけたってことだよね。ちなみにね、当時夢の中に人が現れるっていうのは、その人が自分のことを思っていてくれるから夢に出てくるんだっていうふうに考えられてたんだよ。今と逆だよね。今だとさ、なんか自分が思い描いてる人が夢に出てきたりするでしょ？そう、逆なの。相手が自分のことを思ってくれているから自分の夢に出てきたんだっていうふうに考えてたんだね。だから夢の中に自分の愛する人が出てこないっていうことは、そうなんだよ、もう自分のことを相手が気にかけてないなっていうふうな意味になるんだよね。もうこれちょっとシュンってするよね。さあ、そんな気持ちの中、ふと富士山を見てみると、もうね、今は5月の末だっていうのにまだ雪が白く積もってた。当時の暦で言うと5月っていうのはね、夏真っ只中だからね。それを見て男はこんな和歌を読みます。時知らぬ山は富士の根いつとてか、かの子まだらに雪の降るらん。この富士山に積もった雪の景色がまだら模様だったのを見て、小鹿の背中にある模様に見立てたんだね。これ想像できるかな？小鹿のさ、バンビって知らない？あの小鹿の背中にはね、白い点々のまだら模様があるんだね。さあ、話を戻して、男たち一行はこの富士山の高さにめちゃくちゃ驚いたみたいな。何この山高みたいなね。で、その山の高さを例えるのに、京にある比叡山っていう山と比較して高さを表現してるんだけど、その表現がね、ちょっと大げさすぎて笑えるの。いやー、あの山の高さは我々の住む京にある比叡山に例えると20個ほどを積み重ねた高さだね、なんていう風にね、言ってるの。比叡山ってだいたい800メートルぐらいの山なので、それを20個積み重ねたっていうと、はい、16,000メートル、ね、富士山の高さ約16キロっていうね、まあ、そんなわけないよね。まあまあ、男たちにとってはそれくらい高く感じたっていうことの表現にもなってるんだろうけどね。はい、ということでここまでが駿河の国編のお話でした。さあ、ではラスト、隅田川編のお話に移りましょう。男たち一行はさらに東へと進んでいき、東京と千葉の境のあたりまでやってくると、そこにね、隅田川っていう大きな川があったんだね。まあ今はさ、夏になると花火大会なんかで有名でしょ。で、男たち一行は一旦その川岸に集まって座りながら、いやー、ずいぶん遠くまで来ちゃったよねー、なんて話し合ってたの。そしたら川の向こう岸までね、渡るために当時は船を出してもらってたんだけど、その船を出してくれる船頭さんが、さあ早く船に乗って日が暮れちまうよ、なんていう風に言うから、一行も船に乗って川を渡ろうとしたんだけど、ここでね、ある気持ちが込み上げてくるんだね。それは、この大きな川を渡ってしまったら、さらに自分たちがもともと住んでいた京から遠ざかってしまうなーとか、我々が思いを寄せる愛する人たちからも遠くなってしまうんだなーなんていうね、ちょっとセンチメンタルな気持ちになっちゃうんだね。で、そんな思いに浸ってたら、川にね、白い鳥がいるのを発見するんだね。くちばしと足が赤くて、シギっていう鳥ぐらいの大きさの鳥が水の上で遊びながら魚を食べてたんだって。でもね、その鳥っていうのは自分たちが住んでいた京では見かけない鳥なので、男たち一行はその鳥の名前がわからなかったの。そこで船頭さんに、すいません、この鳥なんていう鳥なんですかっていうふうに尋ねてみると、あ、こいつかい、この鳥はね、都鳥って言うんだよっていうふうに教えてくれたの。ここでこの都鳥っていう名前に男たちは刺激を受けたんだろうね。その一行の中の一人の男がこんな和歌を読みます。何しようあば、いざこと問わん都鳥、我が思う人はありやなしやと。こんな感じで男たち一行が思いを寄せる人たちのことを和歌にして読んだもんだから、船の中の人たちはみんな涙を流してしまいましたよっていうね、ここまでが隅田川編のお話です。さあ、いかがでしたでしょうか。伊勢物語っていうのは
歌物語っていうジャンルに分類されるように、作中にさ、和歌が頻繁に出てきたでしょ。ただの物語じゃないっていうことも合わせてセットで覚えておくといいかもしれません。ということで、このチャンネルではこんな風に高校の古典で扱う作品のざっくりとしたあらすじの解説やテスト対策用の動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。それと古文単語の意味や過去の動画の検索に使える公式 LINE もありますので、ぜひ概要欄から登録してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手はまさやんでした。バイバイ。